千家十色の永楽家十二代、十一代永楽善五郎保前の長男で、幼なは千太郎。1843年、十二代善五郎を襲名。義弟宗三郎とともに仁清釜跡に御室釜を築用し、精力的に作陶に勤しんだ。1871年に息子の徳善に善五郎の名を譲って隠居し、以降は善一郎と名乗り、加賀大聖寺藩に招かれて山城で政党の指導を行うなど、後代に基盤を残した。染付で長江に船を浮かべて石壁に遊んだ外尾場を描き、表面と見込みにわたって外尾場の鉱石壁の符を書写した作品です。作者和膳の歓喜から慶応4年の春に注文により制作された貴重な作品です。